これと同じ時期、祖国防衛義勇軍が設置され、軍事訓練が開始されました。いわゆるペタです。ペタはインドネシア人のみによる初めての軍事組織です。日本教官の指導のもと、入隊した青年たちは祖国の防衛と、そして独立実現という悲願を胸に秘め、厳しい訓練に耐えました。このペタの隊員は最終的にはおよそ3万8000人を数え、後の独立戦争の大きな立役者となるのです。日本精神は一番、日本精神は我々にとって一番。なぜなら日本精神で我々はオランダに向かったのです。我々はこの精神を独立戦争に持ち込み、その結果独立を達成したのです。我々は武器はなく、たとえ竹槍で戦っても勇敢でした。だから我々は日本が独立戦争の基本となった軍事能力を与えてくれたことに大変感謝しているのです。青年たちは各地に設置された教員学校や職業学校で教育を受け、やがて独立国家を担うエリートとして育ちます。その数はおよそ10万人と言われています。昭和18年のガダルカナル島の撤退の後、インドネシアにおける日本軍は次第に太平洋地域で孤立状態に陥りました。日本からの援助が途絶えた結果、インドネシアでは日本軍による人員の動員、食料資材の統制が厳しさを増していきます。人々からも軍政への反発が表面化していきました。こうした中、昭和19年9月、時の小磯内閣はインドネシアに将来の独立を約束しました。民族の旗メラプティと民族の歌インドネシアガヤも全土で使用されるようになり、独立運動に大きな炎が転じられたのです。スカルノラの全国遊説も一層拍車がかかります。ところが昭和20年8月15日、独立を約束した日本は連合軍に降伏しました。この時連合軍の最占領は必死と見たスカルノヤ・ハッタ、いち早く指導者を集め独立宣言文を起草します。そして8月17日午前10時、スカルノは多くの同志や民衆の見守る中、独立宣言文を読み上げ、初めてインドネシアの国旗が翻ります。しかし独立の喜びもつかの間、2ヶ月後には再び連合軍が上陸。インドネシアの人々は独立を認めないイギリスやオランダの連合軍との間で4年間にわたる血みどろの独立戦争に突入します。1945年10月、イギリス軍がジャワ西部の町スラバヤに上陸しました。スラバヤ市民は立ち上がり、竹槍を持って連合軍の占領に抵抗していきます。再び支配されたくない。だからスラバヤ市民は勇敢に抵抗しました。オランダ時代我々が受けた経験によれば、植民地主義はアジアにとって辛辣を極め、人間としての価値も名誉も一切認めないことでした。これを再び許してはいけないと、インドネシア民族は意気健康として立ち上がり、3週間にわたり3万のイギリス軍と戦ったのです。当初イギリス側はスラバヤの町を3日間で占領できると思っていたようでした。しかしインドネシア民族の精神力は強力で、
私自身も強い精神力と自爆精神で死も恐れず戦い抜きました。これによってイギリスは1000人以上が戦死し、我々は1万6000人以上の市民や青年が犠牲になりました。イギリス側が再びインドネシアを支配する気持ちがなくなったのも我々のこの頑強な精神のためだと思います。このスラバヤ戦争の勝利の持つ意味を11月10日財団のデス・アルビー理事長は次のように指摘します。インドネシア独立のため戦ったスラバヤでの我々の勝利はマラヤ、ベトナム、フィリピン、アフリカと至る所の独立運動に決定的な影響を与えました。我々はアジア、アフリカの人々に植民地主義に抵抗し、そして民族として正しい意思を持っていれば必ず独立が達成できるという手本となりました。イギリス軍の撤退の後、今度は15万のオランダ軍がインドネシアに上陸。インドネシアは一度掲げた独立を守り抜くため再び激しい独立戦争を続けるのです。もう支配されるのはごめんだと思いました。独立かさもなければ死という決意です。何しろ自分の国でありながらインドネシア人はオランダ人と一緒に泳ぐことも許されなかったのです。学校も金持ちの指定ですら行けませんでした。本当に植民地主義からは苦い思いをしました。だから我々は武器を持って立ち上がったのです。神に感謝します。我々は勝ちました。度重なる戦争の末、1949年11月から開かれたオランダハーグでの委託会議によってようやくインドネシアは完全独立を達成します。しかしインドネシアの人々はこの自由と独立を守るため80万人という尊い代償を払ったのでした。